全国の紳士淑女の皆様、どうもこんばんは、モンキー&パイソンです。こんばんは、モンキー&パイソンです。よろしくお願いします。音楽を始めたい皆様、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ご覧の通り、小さな巨人ありがとうございます。矢口真理様に、はい、ゲストとして来ていただきながら、いろいろね、音楽について、はい、勉強させてもらおうかなと思っております。いありがとうございます。よろしくお願いします。すごいいっぱい来てくれてありがとうございます。寒い中、すいません。なんかでも、モンキー君具合悪そうじゃないですか。いや、もうね、はい、やっぱね、インフルエンザですよ。え、マジですか。この風邪やばいじゃないですか、私。やばいよ、嘘ですよ、ちゃんと風邪です。あ、本当ですか、風邪、お大事に。そう、僕も風邪ひいちゃってるよね、はい、え、あ、そう、二人して。なんか、ちょっとね、さっき触ったらすごい熱っぽいんですよね。あら、大丈夫ですか。あ、ありがとうございます。これはありますね。これはありますよ、大丈夫ですか。ね、外で見てる皆さんもね、寒いのちょっとね、え、風邪ひかないように。はい、はい、私はですね、もう本当に風邪をひかない人なんですよ。何かやってるんですか。何にもやってないです。よく食べてよく寝るっていうことだけですね。はい、いや、全然、睡眠時間をめちゃめちゃとってるし、うん、あと趣味な部分をですね、うん、私本当にそれがないと一日終わった感じがしないっていうのが、うん、まあ、漫画を読むことなんですけど、一、ね、日の締めにその漫画を読んで寝るっていうのが、うん、もう本当これが幸せで、うん、これやってたら多分風邪ひかないです。リリースする経緯になってもヘキサゴン。そうですね、うん、ヘキサゴンに、まあ、久しぶりに呼ばれたんですよ。私も理由がよくわからないぐらい久しぶりに呼ばれて、ちょっと怖いです。はい。本当にスケジュール見たらヘキサゴンって書いてあったんですよ。はいはいはい。え、これはあのヘキサゴンなのかってこうちょっとハテナってなったぐらい久しぶりだったんですね。うん、それに対してヘキサゴンっていうぐらいの。うん、どうしたの。風邪ひいたから、風邪ひいたから、熱のせい、熱のせい、なるほど、こういうこと言っちゃうんだよ。そうですね、まあちょいちょいありますよね。ありますね。まあでも本当にいきなり呼ばれて、はいはいはい、でまあ本当に次もまたすぐ呼ばれたんですよ。うんうんうん。まあ何があったのかわかんないんですけど、うんうん、それでまあしんすけさんが、うんうん、ヤグちゃんじゃあ歌出すかみたいな感じで、私もすごい嬉しいから、え、お願いします、やりたいですって言ったら、うん、まあ、その時はまだこう冗談だろうなと思ってたんですよ、はいはい、まあ、番組内での約束みたいな感じで、はいはい、そしたらもうどんどん話が進んでいきまして、はい、気がついたら曲ができていたという、ちょっとこれは本当びっくりしました。私もで、旬僕はね、はい、ちなみに僕聞いてメイクもらったんですよ、うん、今度ね、はい、風邪引きの中で。ありがとうございます、うん、メイクもらいました、ね、はい、ちなみにどういう人たちにこう特に聞いてほしいとかありますか。そうですね、うん、タイトルが青春ってついてるんですけど、うん、まあ、本当に今青春真っ只中の人にも聞いていただきたいし、うん、ちょっとこれからまあ青春っていうのも辛いなみたいな、うん、まだもう過ぎちゃったかなみたいな大人の人でもですね、うん、なんか聴ける曲なんですよ、うん、私はもう青春過ぎちゃった人だと思うんですけど、青春過ぎてもこれからどうしようみたいな、うん、背中を押してくれるようなですね、うん、まあ、本当応援ソングになっているので、うん、歌詞カードをねすごいじっくり見ながら聴いてほしいなっていう感じですね。聴き方をしてくれると嬉しい。いや、もう本当歌詞がね素晴らしいんですよ。新助先生もう驚きました。本当に私初めて聞いた時に、うん、ちょっと涙が出るぐらい嬉しくて、うん、こんな歌を歌わせていただけるなんて光栄だなという感じで、うん、でも本当自分の心境がもろにその歌詞に沿ってたという感じだったので、うん、なんかまさに自分を歌ってるっていう感じだったから、それもまたさらに嬉しかった出来事ですね。3月25日発売のですね、はい、私の4年ぶり、うん、そして初のソロシングルです、うん、青春僕聴いてください。ダメ